お送りしたのはラッキーキリマンジャロニューシングルファジーサマーでした。それではここからはマイドカンパニーの時間です。このコーナーは企業の方、団体の方、お店の方をお迎えしてお話を伺うコーナーです。本日お越しいただいたのは NPO 法人釧路ワットから小林智之さんと秋葉れなさんです。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ小林さん、先日もね、はい、ご出演いただきまして、はい、今回は8月27日に開催されるワットの生誕祭についてお話を伺うんですが、はい、これにレナッチも出演すると。はい、そうなんですよ。よろしくお願いします。じゃあレナッチの自己紹介言っておきますか。はい、釧路出身のクリエイティブアイドル秋葉れなでございます。せーの、レナッチだよ。ありがとうございます。小林さんも、はい、あら、ありがとうございます。さあ今日レナッチ出演に関しましてメッセージもいただいておりますので、ちょっと抜粋してね、ご紹介させていただきます。はい、こちらまずラジオネームリアさん、レナッチさん、ワットの小林さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ来週にイベントが近づいてきましたね。実はいろいろとありまして参加できるかどうか、今わからない状態なんですが、できたら応援しに行きたいと思っています。マイカンじゃんけん買ってくださいね。放送聞いてますね。僕も勝ちに行きたいなと。さあさあ2通目、こちらラジオネームピンクキャットさんからも、こんにちは。レナッチさん、先週の11日の、ハウトゥー夏祭りご苦労様でした。私自身生でレナッチさんの歌声聞けて嬉しかったです。大阪と釧路の行き来は大変だと思いますが、これからもリスナーの一人としてレナッチさんのことを応援させていただきますので、活動頑張ってくださいね、といただいておりました。さあこちらラジオネームイクジュンさん、ありがとうございます。ワットの小林理事長さん、はじめましてと。はじめました。はい。今回は素敵なイベントへの秋葉さんへの秋葉さんの招待ありがとうございます。これからも末永く秋葉さんへのご支援よろしくお願いいたします。はい、わかりました。録音してラジオ楽しみにしていますね。頑張れなちだよーっていただきました。皆さんありがとうございます。ちょっと一部抜粋して、ご紹介させていただきました。さあ、れなちなんですけどね、はい、大阪と釧路拠点に、活動されています。もう先週もね、11日ですか、はい、ハルトリ夏祭りのご出演いただきまして、はい、また、来週釧路でのライブがあるということ で、これだけこう毎週ぐらいに釧路でライブあるっていうのは結構久々、うんうん、いや久しぶりですね。3年ぶりですね。それこそ、そうですよね、はい、でそんなレナチなんですけれども、この27日にワットの生誕祭がありまして、はい、その前夜祭を、そうなんですよ、なんと、うん、生誕祭の前夜祭ということでですね、はい、釧路を元気にする三人娘娘と言っていいのだろうかっていうのはまあ置いといてね、置いといて、はい、浅場由紀さんと阿部静香さんと、そして私秋葉れなの3人のですね、ジョイントコンサートを開催することが決定いたしました。この3人のコラボレーションは今までは初めてなんですよ。今まであのチューリップフェアではですね、ご一緒したことはあるんですけれども、こうライブを一緒にするっていうのは本当に初めてですね、はい、これどんなきっかけでなったんですか。あの先日たまたまなんですけど、阿部静香さんと一緒に、うん、あのワットさんの方でちょっと打ち合わせをさせていただいて、はいはい、でその時にね、小林理事長とお話しして、で じゃあ前夜祭でちょっと歌うかみたいな流れでですね、はい、あれよあれよとこうね決まっていきまして、ちょっとワットさんのお隣かな、ね、はい、あのガストロパブプルトさんっていうね、はい、あの場所がありまして、そちらでライブをすると、はい、ということは決定いたしました。いいですね。はい、小林さん、これどんな思いから、なんかもうノリですか。いや、もうせっかく3人集まるんでね、はい、じゃあワット祭だけじゃなくて、じゃあその前日にねその3人のライブやりたいなという、うん、単なるもう単純な思いつき発想思いつきでそれはもうポンポンポンとポンポンポンと決まりました。どうですか、こうレナチにとっては初めての、ね、ジョイントコンサート3人でやるっていうんですが、はい、うん、心持ちやっぱり気持ち違いますか。どうですか。そうですね、やっぱり釧路を思う皆さんと一緒に歌えるそしてこの釧路という場所で歌えるというのがやっぱり嬉しいですよね。はい、それではレナチから日時伺ってもいいですか。はい、8月の26日金曜日、会場が18時、開演が18時30分となっております。はい、はい、
場所がですね、ガストロパブプルトさんというところで、釧路市末広町3丁目 1-1 ワットの横でございます、はい、料金がワンドリンク付きで前売り券が2500円、当日券が3000円となります。こちらご予約などはですね、 NPO 法人釧路ワットお電話が 0154-22-2232 までよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。8月26日金曜日あります。秋葉原さん、浅羽ゆきさん、阿部静香さんの3人のジョイントコンサート、こちら、ワットさんの電話番号 22-2232 までお電話お願いします。小林さん、これお電話での予約チケットの取り置きは可能なんですか？あ、 OK ですよ、大丈夫です、はい、そうなんですね、ぜひこちらに、ね、お電話いただければなと思います。今お話したのは前夜祭、はい、そして本祭、本祭すごい2日間なんか盛り上がりすごいですが、8月27日土曜日に、釧路市民活動センターワットの生誕祭があります、はい、ごめんなさい。さあ、こちらもですね、内容盛りだくさんとなっております、はい、まずこれだけ盛りだくさんの内容っていうのは、うん、小林さん久々、いや、そうですね、3年ぶりですよね、一応今回18回目の生誕祭なんですが、うん、はい、去年おととしコロナで生誕祭ということはやったんですけどね、うんうん、簡単なあの大きなイベントとしてはやらなかったんですよね、はい、それでこれだけあのステージイベントから、ね、うんうん、キッチンカーも出ますし食べ物屋さんもバッと出る、でそういう大きなイベント、しかも大抽選会もあるというイベントは3年ぶりです、はい、すごい内容となっております。じゃあまずステージプログラムから伺ってもいいですか？はい、10時から開演したいと思ってまして、はい、最初にですね、釧路ハーモニカを楽しむ会さん、ワットでいつも活動しているグループの皆さん、夜ハーモニカ演奏があります、はい、その後ですね、お昼から J&B さんのバンド、これはスローソンという喫茶店があるんですが、そこのママさんとかそこのお客さんなどで組んでいる、まあ、あのバンドです、はい、その次に沖縄民謡流子会さんによる、まあ、沖縄民謡三線を使ったですね、うん、三線の演奏による、まあ、沖縄民謡があります、うん、でさらにですね、あの14時45分からですね、阿部静香さん、秋葉奈々さん、浅部由紀さん、さっき、うん、ね、ねなちん言ってた三人娘の登場ということで、うん、はい、ね、そして最後に16時から大抽選会、うん、というステージになっています、はい、はい、盛りだくさんですね。ハーモニカあり、バンドあり、三味線あり、はい、あとレナチの出演もありと、はい、なっております。そして4時から大抽選会ということで、はい、小林さん、こちらもすごいんですもんね。そうですね、今、はい、500本景品用意してます、うんうんうん、はい、これあのね、券も500枚なんです。ということは全てに当たると、券が500枚で商品も500枚、だから全員に当てます。外れなし、外れなし、これすごいですね。すごい、しかもこれ、1枚100円で、そうなんですね、事前に購入できるんですか？売っています、今ワットで、うん、これすごいですね、はい、ただし1回につきね、うんうん、お一人5枚まで5枚まで限定、はい、限定となっております。はい、これ抽選の中身とかも聞いても大丈夫ですか？ですね、はい、結構豪華景品ありますね、うんうん、まあ、ワットで取引している業者さん等から、うんうん、例えば扇風機の大きなやつとかね、うんうん、あるいは小型のこう香り用の扇風機であるとか、あとはね、あの温泉食事付きリフレの、例えば温泉券とか、うんうん、あ、すごいですね、それから、まあ、あちこちのというか、あの入浴券、ホテル関係の入浴券とかね、うんうん、お食事券とか蕎麦屋さんのお食事券とか、うんうんうん、もうとにかくあの絶対損をしない景品です。すごいですね。これ引き換えは当日この午後4時にいないといけないとかありますか？それでね、その時混雑するんでね、はいはいはい、次の日はワット休みなんです、うんうんうん、ね、で月曜日から1ヶ月間ワットにて引き換えします、はい、だから当日いなくてもいい。そして何番当たったのっていうのはホームページ、ワットホームページで発表しますし、からワットのセンターの前にでっかい看板を置いてね、うんうん、当選番号書いてあります、それは嬉しいですね。しかも、はい、外れないから、ね、絶対に来ることになるということで、ね、こちらその時いなくても引き換え可能となっておりますので、ね、そうですね、でしかも抽選券はもう、ワットで購入可能となっております。お一人様5枚までとなっております。はい、抽選で言えばこの前レナチすごかったね。そうなんですよ、ハルトリナッツについて当たりまくっちゃって、びっくり。私15枚購入したんです、はいはいはい、そしたらもうほとんど、はい、もうほとんど当たり、なんか元取っちゃいましたね完全に申し訳ない。今回もちょっと
内々で狙ってるとか、あれれって知らぬ間に、さすがにね身内になっちゃうからね申し訳ないな謙虚な私ですから、あ、そうなんですね、あの、わからないし、ね、そうですよね、そうそう。さあ他にもいろいろ体験講座もありますね、こちらもよろしいですか。そうですね、はい、体験講座はですね、ワットのセンターの中でやりますが、うん、はい、最初牛乳パックを使ったフラワーアレンジメント、はい、これはあのいつもわっとお世話になっている加藤観光流さんによるもので、うん、はい、10時半から1時間ほどやります、はい、で10名さん、10名さん、うん、まだね空きがあります、はい、からその後でですね、フェルトでですね、島屋を作ろうという講座が12時からやります、うんうん、はい、これは西恵子さんが講師で、これも10名だけ限定募集ということで、まだ、はい、若干余裕あるかなそしてメインの講座が実はですね、はい、山本浩一さん、うん、ね、シマエナガ等の写真家、はい、でこの方によるあの講座があります、はい、これは、うん、釧路の、ね、森に息づく、野鳥界のアイドル、うん、ね、雪の、妖精シマエナガに寄り添うという題にしまして、はい、13時30分から15時まで1時間半ですねこのフェルトレシマネを作ろうと続きで山本さんが30名だけなんですが、はい、参加していただいての講座ということになってます。まあ、人気のある講座なのですぐ満杯になっちゃうかなと思ってます。今まだ募集中であります、はい、まだ少し空きがあります。じゃあ、ぜひとも、はい、体験講座も事前申し込み制で、そう、無料です、すべて、お、すごいですね、これすべて無料となっておりますので、はい、ワットまでお問い合わせお願いいたします、はい、さあ、あと先ほどちらっとお話ありましたが飲食もあるよと。そうですね、飲食大体そうですね、物販飲食も10店ほど並べておりまして、はい、まあカレーもありますし、うん、ラーメンもありますし、はい、ちょっとした食べ物たくさん用意してますので多分間に合うかなと思っているんですが、はい、ぜひあの、まあ、ステージも楽しみながら、ね、講座も楽しみながら飲食にしてほしいなと思ってますね。はい、ありがとうございます。小林さん、これ会場はどのようになってるんですか。会場なんです、はい、昔はね、ワットサイといえば、うん、ワットの前のね、うん、道路をずっと封鎖してそこにざっとテントを並べてやったんですが、はいはい、その後あのそうです、道路使えなくなって、実はあの、うん、施設とかできたんでね、はい、車がなかなかね、ストップするわけにいかない、うんうんうん、それでワットのすぐ横と昔の旧丸井前の間、はい、ね、ワットはあの駐車場の建物ですから、うんうんうん、そこに昔、知ってるかな、稲荷工事っていう工事があったんですが、はい、まあ、昔の人は知ってるんで、それで20軒のお店がずらっと並んでたんで、うん、はい、そこ今空き地になってるんです、はい、でそこの空き地を使ってそこをステージにしたりから会場にしたりしてイベントを行います。はい、この会場やるのは初めて。そうですね、ワットとして初めてです。なかなかドキドキあります。ドキドキではないけど、まあどうかなって感じですね。どんな感じになるのかなみたいな楽しみが。そうそうそうですね、うんうん、はい、もうレナチもね、また違ったステージの感じで。そうです ね、結構あの場所を見学させていただいたんですけれども、結構音がね、こう響いて、うん、ライブをするにはすごいいい場所だなって。ビルと谷ですからね。そうなんですよ、いい感じの場所で歌を歌わせていただけるかなと。こちらステージイベントあり、体験講座あり、飲食ブースありのワットの生誕祭となっております。こちらは8月27日土曜日午前10時から午後5時までとなっております。はい、先ほどお話しました抽選券に関してはもうワットで購入可能となっておりますので、はい、ぜひお越しください。お一人様1枚、あ、一度に5枚までですね。一度に5枚、はい、次の日買いに来てもいいです。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。同じ人が。一時期1回は5枚まで、2回目も5枚まで、器が大きいですね。購入可能となっております。詳しいお問い合わせ先はワットの0154-22-2232 22-2232です。先ほど冒頭ありました、レナチとの、ジョイントコンサート、うん、こちら前夜祭ですね。これもワットの、電話番号でチケット取り置き可能となっておりますので、はい、ぜひお問い合わせお願いいたします。はい、さあ今日はワットから小林智之さんとレナチにお越しいただいております。ここで1曲、はい、レナチの楽曲お送りしましょう。はい、じゃあせっかくなので、あ、はい、では秋葉レナでミルクで乾杯。はい、一回休憩です。はい、ありがとうございます。いいですね、ちょっと時間がね、駆け足になっちゃって申し訳ないですが、盛りだくさんです、すごい。じゃあ、お二人の写真撮らせていただきます。はい、座ったままで大丈夫です。はい、
10月の告知はいいんですか。あ、他にもあるんすな。10月の告知やる。お、一応言っておきましょうか。いいね、最後、時間もあります。あ、写真。あ、写真。あ、スタートまで大丈夫ですか。あ、いいですか。じゃあ、で、ティナちゃんそっちですね。はい。はい、じゃあ、よっしゃ、行きます。はい、チーズ。よし。ちょっとフェイスブックに。あ、ありがとうございます。はい、掲載します。ありがとうございます。はい。じゃあ、18日はどういった。あ、10月の23日シェンコンマルカジェリフェスティバルというのが国際交流センターです。これはね、大阪釧路シェンコン関西圏と、まあ、ピーチを取ってますから関西圏と道東圏を結んで、うん、大阪、関西、そして北海道の人流物流を、ね、高めていくわけです。うん、あ、これレナちゃんはこうライブで。そうですね、ライブで。これ毎年恒例とかで。初めてなんです。おお、すごい。これをきっかけにですね、あの関西圏とより釧路がつないでいこうという、それきっかけのイベントなんです。すごい。それ関西に関係のある人は多いんで、うん、そうですね、出演してる。結構食が集まったりする感じ。食は今ね、60、あの食自体はね、十何店舗かな。で、いろんなね、あのカラフルマルシェさんとの、あの合同企画なんで、そこでハンドメイド品とかいろんなブースが今60店舗来てます。交流センターの。じゃあ今食は10店舗ぐらいですね。この曲下げて、レナちゃんの物販に関して、はい、この本生誕祭、その後に10月にもイベントありますよっていうことで、そうですね、はい、行きましょう。はい、お送りしているのは。まず26日に前夜祭、27日に、ライブを行います秋葉レナさん、レナチの楽曲、はい、ミルクで乾杯でした。さあレナチ、当日ワトン生誕祭の時は物販はありますか。あ、はい、物販がありまして、はい、そこではレナチと一緒にねチェキを取ったりとかね、もちろん CD の購入もできますので、皆さんぜひぜひ足を運んでいただけましたらと思います。はい、ぜひお越しください、はい、さああとですね、10月にもイベント予定と。そうなんですよ、実は10月の23日にですね、はいはい、線香丸っかじりというイベントを開催いたしまして、うんうん、実は私もね副実行委員長として参加させていただいておりまして、そうなんですよ、うんうん、あの小林さんと一緒にイベント今ね企画してるんですよね、うんうん、はい、これどんな感じの内容、もうここ初めて。そうですね、あの場所はですね、あの国際観光国際交流センターを使っている、はい、その中と外全部使ってやるんですが、うんうん、中では今あのハンドメイド品とかね、あのカラフルマルシェさんが毎月やってるようなのが60店舗ぐらい集まってくる、うん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 、から外は飲食ブースですね、キッチンカーも含めて約今10店舗ほど予定しています、うん、はい、だからそういう、ね、食だけじゃないんですが、うんうんうん、あの線香のねものをみんなで丸っかじりしちゃおうと、うんうん、そして関西圏とね道東圏をつないじゃおうと、はい、今ピーチ取ってますから、うんうん、ピーチによってねそれで人流物流を高めていくというのは目的として今それを契機に、ね、はい、どんどんやってきてるなと思ってます、うん、もうこのイベントなんかもうレナチのためのいや本当に、ね、ありがたいで す, すいどんどん関西の皆さんもお越しいただきたいなと思ってますの で, です、ねね、これを聞いてる関西の皆さんぜひ遊びに来てください。それお待ちしております。さあここで恒例コーナーマイカンじゃんけんに移ります。私と口じゃんけんを行ってお一人ずつやって、はい、勝ちましたら目の前にありますわしょの駄菓子をプレゼントということで、えなちは出演は2015年に1回。そうですね、もう記憶が危ういんですもん。危ういですよね、うんうん、ということでまず小林さんからいきますので、はい、よろしいですかね。この間は勝ったことね。いきますよ今日はね。マイカンじゃんけん最初はグーじゃんけんパー、はい、こうでグー、はい、こうでグー、パッ、おー、すごい。じゃあこの勢いでレナちゃんいきましょうか、いきますよ。では、マイ、はい、マイカンじゃんけん、最初はグー、じゃんけんチョキ、はい、こうでパー、はい、こうでグー、はい、こうでチョキ、あー負けました。残念。またぜひリベンジに。おお、でもアイコが続きましたね。すごかったね。接戦だったね。そんなこんなで。残念ですが、前回の時にほら、うん、運を使い果たしちゃったんですね。春鳥夏祭りで。夏祭りでね。ね。まあ、ちょっと今回もね、あの、はい、宇宙中ちょっと狙ってるかもしれません。そうですね。
ものすごい盛大に持っていくかもしれません、ね、そこもちょっと楽しみ。やばいやばい。はい、それでは、はい、で最後となりますので、はい、一言ずついただきます。はい、じゃあまず、小林さんからお願いいたします。はい、当日はですね、WATT で普段 WATT を使って活動しているいくつあのいろんな市民団体の皆さんのパネル展もですね、やります。うん、ぜひあのお楽しみに、ね、来てくださればいいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、レナチライブはですね、実は25日とあるんですけど、25日はね、あのポンコタンさんというところでね、1日レナチスナック、あ、スナックレナチというのもね、やります。それは、5時からやりますけども、うん、はい、そして26日がガストロパブプルトさんでのね、3人娘ライブと、そして27日が、はい、ワット生誕祭と、3日連続続きまして、その後実は28日にもライブが入りそうでして、そうなんですよ、あの、ね、懐かし館クラさんというところで、あのライブがありまして、4日連続になりそうなので、体力を、そうなんですよ、温存しとかなきゃということでね、はい、皆さんぜひレナチにね、会いに来ていただけましたらと思います。お待ちしてます。もうここがレナチウィークとなります。いや本当そうですね、4日間楽しんでいただければなと思います。はい、さあ先ほど、お話ありました浅場ゆきさんと阿部静香さんとレナチのジョイントコンサート、こちらは WATT でチケット購入可能となっております。はい、お問い合わせ電話番号0154-22-2232 22-2232です。取り置き可能ですので、ぜひねお問い合わせいただければなと思います。それでは本日お越しいただいたのは NPO 法人釧路ワット小林智之さんと秋葉玲奈さんでした。本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上となります。ありがとうございました。